よし、野口くん、はい、もう一回やろう、もう一回ちょっとね、勝つまで挑戦するからね。お、なんかガチガチになってる、ガチガチ、ちょっと違う方だな。うん、それ最近使ってるそうですもんね。そうだよ、超次元を最近使い始めました。なので、これでお願いします。はい、じゃあ僕もね、はい、僕もガチガチのデッキ。そうなの、さっきからずっと強いからちょっと嫌だな。行きましょう。はい、お願いします。お願いします。最初はグー、じゃんけん、はい、勝った。あー、先行取れた。先行頂戴しました。はい、ではでは、ブラック V を置いてターンエンド。お、なんだ、どうします。はい、じゃあ基本的にバクマルくんです。全部バクマルくんです。お、ポクチンだ。ポクチンちゃん置いて終了です。はいよ、置きます。じゃあドロー。じゃあスパイナーを置いて2マナ。はい。やっぱりバクマルくんが最初に出てくる。バクマルくん。でも出ただけ。ターンエンド。はい。じゃあドローします。これはどうしようかな。1枚置いて。はい。2コスト。はい。体育体操でしょうか。おお。ターン終了です。終了。はい。さっき出てくれば倒せたのに、行きます。ドロー。く。じゃあね、どうしようかな。リバイブフォール置いちゃって何もできない。はい、バクマルくんで1枚ブレイクします。ここで、はい、はい、じゃあチェック。何もないです。何もない。じゃあターンエンド。はい、じゃあドローします。んー、じゃあどうしようかな。じゃあドンジャングルストロングセブンチャージ。はい、2コスト。はい、やったねましょう。お、やったねまだ。はい、じゃあおっと軽減されて、じゃあ体育タイソンズでバカマルくんにアタックするときにジョーカーズチェンジ、はい、あ、チェンジされた。うん、うん、体育タイソンズで、はい、タイソンズ1体目の効果、バタゾーン離れたときに1枚ブーストします、うん、はい、じゃあ自爆します、うんうん、なので、離れたのでもう1回ブーストします。あ、そういうことか。はいはいはい、はい、じゃあこのまま終了です。はいよ、じゃあ置きます。よしよし、生き残った。いきます、ドロー。じゃあもう一回これ置いて、これ逆さだな、まあ、スパイナー置いて4マナ、はい、ブラック V。 お、スピードアタッカー。はい、スピードアタッカー、はい、そして、アタックするとき手札を1枚自分で選んで捨ててください。おお、じゃあこれを捨てます。はいよ、で1枚ブレイク。ここで、はいはい、トリガーチェック。ないです。ない。お、じゃあどんどんいっちゃおう。まずいな。バクマル君でももう1枚ブレイク。ここで、はいよ、はい、トリガーチェック。お、いいの来ちゃったの、はい、マジでターンエンドです。はい、じゃあドローします。よーし、じゃあジョーカーズだけど、うん、ドットガンジョラゴンをマナに置いちゃう。置いちゃう。そんでなので、やたらまで1消す限り5コスト、うんうんうん、そうなんです。マッハファイター出たターンにクリーチャーにアタックできます。はい、じゃあこのブラックにアタックするときにジョーカーズチェンジ、うん、マナゾーンから、はい、ドンジャングルストロングセブン、はい、ドンジャングルの効果でマナから7000以下のクリーチャー出せます、うん、もう一回そうなんです出します、はい、うん、あれ、じゃあブラックアウトのバトル、まずこれやられた、やられましたよ、はい、はい、そんで、じゃあそうなんですで、うん、じゃあバクマル君にアタックするときにジョーカーズチェンジ、うん、またか、ジョットガンジョラゴン、あー、今度出てきた、やばい、ジョットガンジョラゴンの効果で1枚引きます、うん、はい、じゃあ手札を捨てます、はい、キングザスロットン、スロットン効果を使います、うん、3枚見て、はい、ジョーカーズ出せます、はい、じゃあそうなんです。あ、また来た、おかしいおかしい。でもこれやられ、まだやらない、はい、じゃあバックマルくん今やられた、はい、はい、じゃあワンドローだけもらっとくね、はい、はい、でクリーチャーでなんかもうアタックできない、じゃあこのままターン終了です。終了、はい、はい、じゃあ置きます、はい、よく止まった。じゃあドロー、はい、く、あ、そうなんですよ、効果使えばよかった。そうなんです、そう、まだいけるはず。いや、でもいいよ、これの効果上がったんですけど大丈夫です。大丈夫、忘れちゃってたんで自分のせい。じゃあ行くよ、はい、これを置いちゃいます、はい、そして今あなた5マナしか持ってないよね。5マナしかないですね。なのに7マナがいるってのはおかしいんじゃないか。アワンです。何、マナより大きいやつが場にいるとき、はい、アワンですが勝手に登場します、はい、手札に戻す。そして、まずそうだ、そうだ、1個手札に戻すんでしょ、はい、どれを戻しますか。でもさ、こんなの戻したのまた出てくるじゃない。そうですね、これは、横になってる時は、うん、相手は必ずこいつにアタックしなきゃいけないって効果。そうなんだ、じゃあやだな、こいつにするじゃん。これでいいですか、うん、こいつどうか。じゃあこれ戻します。はい、まあいいや、まあよく、まあ、3マナいくぞ、はい、オーバーキルグレイビアード、あー、スレイヤーだった、相打ちになった。そして1マナを使ってデスマッチ、デスマッチ、デスマッチがブラック V に乗ってやってきた。はい、この人は、進化なので打てます。そうですね、つまり相打ちするかな、するだな、相打ち、相打ち、はい、この人 と、 これと、はい、はい、そしてターンエンド、はい、じゃあドローします、はい、うーん、どうしようかな、いけるじゃあ来ちゃう、来ちゃう、うん、
チャージ。はい。7コスト全部使って、あ、6コストか、うん、6コストで、はい、軽減して、そんなんです、戻さなくていいか、やったりで1軽減で、うん、じゃあしますね、僕からね、うん、じゃあジョットガンドラゴン出た、はい、します。じゃあシールドブレイクするときに、うん、効果手札1枚引いて1枚捨てます、はい。じゃあ概要心効果2枚引いて、はい、じゃあマンハッタン捨てます、はい。で2ドロー、うん、じゃあマンハッタンの効果で、うん、ここ2枚残してこれを全部ブレイクしたいです、はい。やめてくないです、はい。じゃあアイアンマンハッタン効果、手札を1枚捨てます、はい。じゃあキングダンスロットの効果使います、はい。1、2、3枚、あーごめんなさい、はいはい、じゃあ、あーどうしようかな、キングダンスロットになります、はい。じゃあスロットの効果もう1回使います、そうだね、うん、おー画用心出します、どんどんやだやだやだ、どんどん、じゃあ、うん、画用心の効果、はい、2枚引いて、うん、どうしようかな、じゃあポクチチスープ2ドロー、はい、うん、じゃあポクチンチン効果で、じゃあ山札自分の戻っちゃった、うん、はい。で、このショットガンジョロゴンのダブルブレイクです、うん、はい。これでなんとか来ないと来ないです、じゃあ、キングザスロットで出したクリーチャーはこのターン相手のプレイヤーにアタックできるので、うんうんうん、さっきのキングザスロットの捨てた効果で出したスロットでダイレクトアタック、参りました、ありがとうございました、ダメだ、何も出なかったすごい、いやもう強いですね、ジョーカーズはただ、うん、反則ですもん、うん、素晴らしい、ちょっとやばい、3連敗してるぞ、今日中に勝てるか不安だけどまだ頑張りますはい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございました、この動画が良かったらチャンネル登録よろしくね、さきやけデーマジック。